はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。サウルです。なんだっけ、これ。ドラゴンズドグマですね。やっていきます。よろしくお願いします。まず、冒頭でこれをね、読んでいきましょう。いこうと思います。これは読んだやつだよね。アルサコス。はい。で、次だね。これいいのかな？あれ？あ、これ2枚目あったのかな？やべえ。私以外にも、こんな不可解な場所を訪れる者が何人かはいた。やるべきことを成すためにも仲間は必要だ。彼らと接触を図ってみるが、うまくいかない。皆己のことで手一杯な様子であり、冷静な判断を失っているようだ。中には私を敵対者とみなし、なんだこれは、忌避する者もいた。忌避かな。こうした極限状況下ではやむを得ないことではあるが、この曲結構いけるね。その男はまさに手負いだった。敵意を表し、あらわにし、しばしためて私に攻撃を加えようとした。どうにか落ち着かせ話を聞いてみたところ、彼もまたドラゴンに心臓を奪われたものだという。愛娘を亡き者にした権力者に復讐するために異形の力を宿したということだ。仲間にならないかと誘いかけるも、聞く耳は持たず迷宮の奥へ去っていった。それきり彼の姿は見ていない。まだいくね。予言書に記された装具を集めているという若い女にも出会った。彼女もまた学者であり、装具探索は課せられた重要な任務なのだという。年齢にそぐわぬ落ち着きぶりを見て、彼女ならと教頭を申し入れるも、これも断られた。任務は一人でなすべきものとのことだが、多分に私への警戒もあったのだろう。彼女の姿もそれ以降は見ていない。目的の品は無事獲得できたのか、それとも。これは武器名。これ読むだけで経験値が上がるんですね。よくないですね。早速コメントもね、ありがとうございます。あれ、こっちでよかったんだっけ。今もうどっちも今開いちゃってるんで、どっちが正しいのか忘れちゃったな。本にとってもリムの存在は心強いものです。はい、逆でしたね。引き続きやっていきます。よろしくお願いします。まだ先へ進むのですか？もちろんバロックはいませんね。さて、これからどうしようか。ここの先にはもう行ったんだっけ？行ってないんだっけ？ちなみに、また装備っていうか、スキルを変えています。魔石柱っていうのは覚えてますかね？炎の岩を隆起させるっていう謎の魔法なんですけども、まあ、打ってみりゃわかるよね。おっそ！栄翔、おっそ！いいですね。ちなみにね、これ持ってるんですよ、俺、竜王の指輪。ね、かりんちゃんの各社様からプレゼントしてもらったものなんですけど。真っ暗で何もだったら、あれを、なんだ？ああ、ファンタズム的なものか。こういうやつらにはね、で、エンチェントされている武器だったら何でもね、攻撃もできるし、まあ何だったら、多分魔法、ありがとうございます。魔石柱唱えちゃえば、当たりさえすれば、多分大丈夫だと思うんだけど、当たらないかな。あ、当たってる。うわ、すげえ。こんだけ当てても、その程度とんでもねえな。空飛んでるとね、なかなか当てられないことがあるんで。あ、なんだ、なんだ、なんか嫌がってる。お、助けなきゃ。まあ結局ね、取りつかれ、おお、取りつかれて、触られて、あ、食らってんのか、ちゃんと。食らってるかな？やっぱ嫌がって、あれ？ちょっと待って。俺が普通に死んでるんだけど。やっぱりね、一歩ずつ慎重に進みましょう。一歩ずつ慎重に進んだ結果がこれなんですかね。なんだ？すられたわけではないのか。暗闇状態になっているわけでもないのに、
なんだこれ、触れるとダメージ食らうのかな、それともあの突進みたいなものですでにダメージが入ってしまってんのか。じゃあやっぱり魔石中とかで、あーダメだな、魔石中を唱えている間に触られて痛い目を見るな。まあ、ポーンに取り付かせちゃってそれでもいいんだけど、当たってねえしな。ねえ、触られるくらいだったら、ねえ触られるくらいだったらこっちで。なんで俺こんな暗いの。ランタン、あもしかしてランタンの燃料がないのか。あれなくない。なんでここ暗いんだ。そういうものなのかな。ちょっとこいつもあれかな、もう面倒な敵だからちょっと相手にしない方がいいかもしんないな。さっさと逃げた方が話が早いかもしれない。暗いし、あれなんだい君、サルファリザーとかでけえな。あ、死んじゃった。ちょっと先進んでた方がいいな。もうここはおとなしく階段降りちゃった方がいいかもしれないですね。どうせ先行ったところにリムがねあると思うんで、そこで万が一ポンがね死んでしまっても、そこで助けようと思えば助けられる。おっと触れただけでな、こんな状態だったらちょっときついよね。触れるとなんか目の前が真っ暗になっちゃうんだ。なんか吹っ飛ばされてる。俺が吹っ飛ばされてんのか。あ、すぐ入れたじゃん、よかった。追跡者、あああれがデスなんだ、やっぱりデスサイズなんですね。注意しましょう。あいつすぐね眠らせて殺してくるからね、困るんだよね。アイテムを使い体力を回復します。そう、回復するためにやっぱね、セントグレイス、あらなんかいる。私に全てお任せ。敵がいるね。まず私が様子を見てきます。そう、このセントグレイスなんだけど、困ったことにね、あ、しまった、また来た。おっと危ない。これね、この白いゲージしか回復しないんですよ、困ったことに。でおまけに掴まれたらさ、そのガードにね、ガードすることにならないし、だからできればね攻撃してきてほしいんだよね、今すぐに。早く終わっちゃうから、攻撃が、セントグレースが終わっちゃうから、早く撃ってきてほしいんですよ。全然ダメですね。おっとっとっと、あれガードできなかった。ガードしようとしたら、そこでなんかボコされたんだけど、これこのまま切っちゃえばねえ。やっぱりあれだな、あのこのゲーム一番強いのは雑魚敵ですね。雑魚敵が一番強いで、ガードもできずにこんな状態なんだけど、強心薬しか持ってきてねえや。飲んだら、あ、多少回復するうわほんと多少だな。できればねガードをさせてもらいたいんだよね。だからきちんとガードできれば最低限回復ができるんで、で重くなりたく、あの真面目な話、本当にね重くなりたくないんで、体を重くしたくないんで、でまあセントグレースでなんとか回復やりくりして、まあ、かりんちゃんのホーリーギフトでまた回復のやりくり、まずいね、やりくりすればいいかなと思っております。あいつやばいんだよな。あ、でも宝箱欲しい、宝欲しい。あ、危ない、とりあえず走って逃げよう。あ、でも宝箱欲しい、いらないこれ行った先に変なやつが、
いや、ほっとけほっとけ。おまけにさ、これ俺あのこの段階だとさ、瀕死状態だからあの声が聞こえないんですよ。音があんまり、周りの音が聞こえなくなっちゃって、で視界もぼやけてる感じになっちゃうんだよね。とりあえずこれでもうデスには、デスとはおさらばできたと。あー、近藤しかいない。マジか、マジか近藤。俺たち二人手目になっちまったな。各社各社うるせえんだよ。お前が各社になるんだよ。部屋はいくつかあるけど、ああ、またこれ同じ感じですね。これもあれなのかな、一種の不思議なダンジョン系のゲームなんですかね。でもルートというか部屋自体はね変わらないから、ね、毎回毎回変わるわけじゃないんで。おっ、バロックの匂いがする、やっぱりな。あ、ちょっと待って、ここで泉は、ああ、湧いてないか。泉、今回湧いてないか。泉風呂でリム、あ、ちょっと高くなった、割高になったね。泉で回復しようかなと思ったんだけど、なかなかそうもいかなかったね。ちょっともう一回呼んでこようか。こんな迷宮の奥ではリムの活用が重要になります。はい、まあカリンちゃんと今度とまだ呼び戻したんだけど、カリンちゃんがね、また元に戻っちゃったんだよね。あの洋服がプレゼントしたものってね、ちゃんと送られるはずなんだけどね、送られてないんだよね。なんか永久に消えてなくなってしまったのかな。それちょっと悲しすぎるんだけど、あ、そうだ、ここ休憩できたんだよ、そういえば。ここでアイテムを拾います。相変わらずな、みんな相変わらずすぐ矢探しするからな。これ扉？扉じゃないのか。基本的にね、アイテムもやっぱ拾いたくないし、このど、あれ？さっき拾ったかも、奇岩のなんとかってやつも、ん？これは？ああ、はい、カーストドラゴンか。リビングアーマーをやっつけろと、デスを倒せ。デスは倒せねえだろ、あれ。どう考えたって、あれ、倒し方が、そう、このゲームやっぱ倒し方がね、月光の、あ、これこれだよ。ずっとなんだかんだでさ、俺月光の宝珠月光の宝珠ってさ言ってたけどさ、今回初めて手に入れたよ月光の宝珠。これ何に使う、何使った、扉を開ける鍵だと思うんだけど、これでようやく1個かってことは、これダークアリズン、この黒樹島まだ下というか、まだどんどん奥底があるってことか。相当パード100いくんじゃないかな。心臓なしになってからそれなりの年を過ごしたよ。不死身ってのは便利だな。こんな風に抜け出すあてのない島に閉じ込められても絶望せずに進む。さてどうだ、見ていくか。損はしないはずだ。別に俺なんだろう、このR 一行だけがこの島から出ていけるんですかね。バロックたちは、ね、みんなほら迷ったとかさ、何がしたい、迷っちゃったとか出られないって言うけどさ、あの出られるんですよね。それで何がしたい、出られるんで、なんかあんまりそのー重みがないんだよね、言葉にさ。それで何がしたい、それでさて、なんかアップグレードはできなさそうだね。何もないもんな、何もしてないもんね。どうだ、見て、それで何かありますか。まあ、今日お薬とかはね、あのバロックが売ってくれるんで、それを買ってもいいんだけど、多分この辺のものとかもね、シェアクロークとかないのか。シェアクロークっていう、なんだろうな、これ装備すると回復を、なんだろう、味方全員にね、効果をシェアすることができるっていうね、流行りのクロークがあるんですけど、それはどこで売ってんだったかな。どっかで買えば、あとはもうね、クズ物屋で贋作作ってしまえばいけるからね。ちょっと一回戻って
戦ってみようかな。あんまりね、無視してどん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 奥底へ進んでいってもそれは意味ないしね。敵はね、出てきた敵はなるべくぶっ飛ばしたい。油の素材は十分ですか。うるせえな。まあもし墓地じゃないや、デスにね会っちゃったらまた逃げる他ないけど、もし、ね、いないんだったら戦う。なんだなんだなんだ、あ、ヒルか。上から出てるのか。でもあれだな、全然お、黒獣レベル、ララさん。どこから取ったっすか。まだ敵いる？どっか見てる？ん？ここから採取したのかな？どっから取ったんだろう？まあいいや。ありがとうね。各社は何を見ているんだ？この辺の採取でも、あれかな？国需品とかゲットできるんですかね。とか全然本当に剣が出てこないんでね。結局、まあ、バロックが売ってくれたね剣を振り回すだけの生活をしている。あ、お金。武器の強化とかにさ、すごいお金使うんでね。アイテムとか売ればさ、それなりにお金にはなるんだけど、結構ねしんどいんですよね。何かあるようです。お、レベル2と魔獣のエキス。レベル2っつってもな、あんまりなんかスキルの巻き物とかだとね嬉しいんだけど。各社もいなくなってるね。各社だかポン。はい。おお、敵危ないか。そう、こういう敵だとセントグレイスが大したことねえなね、セントグレイスがね、騎士の効くんで、ね、ガードしちゃえば、こんなもんですよ。お、ララさんがくたばってる。珍しいね。甘いんだよなぁ。お、敵の流れを緩やかに。遅くなっちゃってる？あー、ダメですね。自母神の像。何に使うんだ？武器の素材か。何に使うんだろう。血染めのお守りも何かに使うんだ。じゃあララさん、ちょっと持っといて。こういうの好きでしょ。アイテムで体力を回復します。どうぞ。で、あれってさ、以前俺がボコボコにされたサイクロプスですかね。アイテムを使い体力を回復します。ゴアサイクロプスって言ってたけど、また出てくる。お、そこにいるのか。まずいぜ。お、ひるまない。すごいよ、君。よしよしよし。で、ハーピーなんだけど、まあ、よくよく考えてさ、この円月切りって無敵時間があるんですよ、ちゃんと。ね。なので、この無敵時間を利用して掴み攻撃を回避するっていうことが、まあ、できるわけですね。まあ、よくよく考えると、まあ、それを全くね気づけなかった自分の浅はかさは愚かしい。あれ、ちょっと待って、奥にもいるんですけど。奥にもいるのはまずいんじゃないかな。さて、戦う際にどうしましょうかね。こういう時のために持ってきた打撃武器なんですけども、攻撃が200下がるんだよね。200下がるとどうなのかなと。まあ一応ね、アビスペインだけつけといて。曲がかっこいいで、おまけにちょっと暗いのはもうこういう仕様かな。ランタンのレベルが下がっているわけではないと。戦うしかないね。よし、行こうか。破壊できるのかな。あんまり意味ないのかな。おっと、すごいね。あ、でも生息性がすごい効いてるのかな。なんかもう半分以上効いてるしね。これはあれかな、やっぱアビス。おお、すごい。アビス、どこ。アビスサンガの方が
いいかもしんないな。ガードを弾かれてもね、怒りのねダメージエネルギーがね溜まっていくんで、ストレッチ、あれ またストレッチだったのか。ちょっとすぐ助けに行くため、暗いなぁ。ちょっと、あ、そっか、近藤とカリンちゃんがこれ、あれ、近藤はお前ランタン持ってんじゃねえの。なんで近藤が暗いの。ちょっと どうなってんだ、さっぱりわからん。なんだこいつ、お前なんか物投げてんのか、マジいな。あー弾かれる場所もあるけど弾かれない場所もあると。なるほどね、これちょっと厳しいかもしれないな。これは剣とかの方がなんか良さそうな気もするな。よしよし、これで溜めていけばいいでしょ。少しずつどの程度溜めるか分かんないけどね、実際問題でね。あんまり時間かけすぎると、おお、あー当たらなかったね。時間かけすぎると、どうだ今度ね、アビスアンガーの効果自体が切れてしまうし、それが難しいところなんだよね。ちょっと後でね、二人にはちゃんと、よし、これでまた溜まったね。で、溜まったら、アイダック溜まったらきちんと攻撃をね、当ててあげたいんだけど、どれくらいかかるのかな。結構溜めたと思うんだけど、この辺で当てればいいかな。危ないかな。そうか、これ蹴り上げにもダメージ判定があるんだ。これちょっときついですね。ほい、あ、ちょっと待って、アビスアンガー打ったらさ、弾かれたんだけど、あの足に、え、それまずくね、まずくねってことだ。ちょっと困るな、そういうの。まあ、真面目に普通に戦えばそんなに苦戦はしなさそうかな。やっぱうっかりね、踏まれて死ぬことが、まあ、多そうかなっていうのが一番の感想ですか、今のところ。だから高低差を利用して、こう高い位置にいるとき、もしくはまあ、打点の低い技を打ってあげればいい。例えばこういう技とか、あ、そうすると弾かれるんだ。あ、なるほどなるほど、危ないね。そうすると円月切りを、常に円月切りの方がいいのかな。なんか空魔刀つってもなんか弾かれそうだしね。でもその高速部取れないのね、邪魔なんですけどっていうか、オンラインの時はこれでね、いけたはずなんだよね。あの、無視してっていうか、打撃武器で破壊できたような気がするんだけど、違うのかな。やっぱ仕様が、ただ単に仕様が違うだけなのかもしれないけど、とりあえず、ね、あの鎖外さねえと、ね、お話にならないよね。危ない。まあ、あと怖いのはこう振り向きですね。振り向きアルティメット、腕振り、コンボ振り、これ外したいな。鎖外してくんねえかな、邪魔なんだよな。おまけにこれ弾かれてるわけじゃなくて、地震でのた打ち回ってるだけだもんね、これ。覇王の競争なんとか。回復物かな？ああ、こういうものはめんどくさいんで、もうすぐ使っちゃいましょう。すぐ死ぬんで、ね。基本的にもうこの辺になると多分一撃死でしょう。おっと、一撃死じゃなかった。運がいいですね。
他にもね、コメントありがとうございます。ここで戦うのはもしかしたら危ないかもしれない。あ、でもこれくらい戦えるようになったってことは、もしかしたらあのね、月光の宝珠使うところからすぐ近くにいるゴアサイクロプスだっけ、あれももしかしたらやっつけられるのかもしれないな。ここでもし死んじゃったら試しに戦いに行ってみようかな。まあ、まずはこいつをねやっつけることに専念した方がいい。あまったくひどい目にあったな。じゃあ恒例のねオルガしようか。オルガしようかってのはどういうことなんですかね。でもどうせまたあれできる相手もありません。おかしいな。あ、探索していないことになってんのか、拾ってないことになってんのかな。まあいっか。じゃあ、例の場所に行ってみましょうか。こっちから行った方が近いからね。ほい。じゃあ、ここまで来ました。ここにはね、強薬草とか砲薬草とかね、いろいろ、回復のアイテムがね、3つ、4つあるので、まあ、ここでね、少し拾って、できればこれだけ使って、まあ、なんとかやりくりできればななんてね思うんだけど、まあなかなかそれもね難しい話ですよね。さて、そのゴアサイクロプスさんと戦う前に、このなんだっけ、閉まっているところはどこだったっけ、なんか宝珠をね使う扉がいくつかあったはずなので、どこでもいいんですけど、あそこ見つけたから使ってみようか。はい、うん、はめ方は異常、こう押し込む形で、あ、宝箱、部屋ではないのか、何かな。宝箱を開けます。おい、うんじゃないんだよ、ちょっと俺が開けて俺が拾いたかったものをララさん勝手に取るんじゃねえ。まったくトゥームレイダーは最高だぜ。あ、俺じゃねえのか。エンハンストジャケット、リザードマンセージの革で作られたもの、状態異常が通常よりも早い。あ、なるほどね。誰がつけられんの。お、ララさんつけられる。お、白い、かっこいいじゃん。ちなみに俺がつけると、あ、まず俺がつけられるかどうかもわかんないな。かりんちゃんごめんね、ちょっとはなんとかまた白いもの見つけてくるから。あ、結構強くなるね、かっこいいじゃん。あれ、いや、なんでもない。え、なんかさ、うめうめしてない。あ、アビスウェアか、うねうねしてるのは。怖えな。まあ、ララさんもね、凶悪な女には変わりないんで、アビス感あるような。ということは、あといくつかのこの月なんとかの宝珠を使っていけば、より強力なアイテム、まあ、装備が得られるということですね。全くあるには必要ないと。だって俺これ装備し、ねえ、外したら裸になっちゃうんだもん。